こんにちは。今回はね、この二次不等式の問題をやってみたいと思います。ではまずね、動画止めてやってみてください。はい、さあこんな問題だったんですけどね、なんか解法暗記してる人が見た瞬間に、あーこれ判別式ってやるんですよね。もう私それが大嫌いでね、なんで判別式使えば出るのかって理由ももちろん説明できなきゃいけないだし、すべての実数 x でじゃなくなったら、これ判別式使えなくなりますからね。そういうことも踏まえて解法を2つ提案したいと思いますので、ぜひちょっとお付き合いください。まずね、不等式はグラフを使って解くものなんですよ。これはもう絶対にどんな受験生でも頭に入れとかなきゃいけないものですから、不等式と書いてグラフと読むぐらいのね、気持ちでいてほしいです。はい。どういうふうにグラフと思うのっていうとね、例えばこの二次式が0より大きいってなってるんだけど、 y イコールとつけてあげたこの二次関数の y の値が常にプラスなんだって見てほしいわけよ。さあ、常にプラスになっているということは、二次関数が下に凸で x 軸と触れ合わないようになっててほしいわけだから、こうなればいいでしょ。じゃあこうなる条件なんですかって言ったら、二次関数と x 軸が共有点を持たない条件だよね。つまりイコール0とした二次方程式が解を持たないことである、ということで判別式っていう発想が出てくるわけだからね。もしこれを見て判別式って浮かぶ人は、その前にちゃんとこのグラフを浮かべて、共有点持たないってことを浮かべて、判別式っていうのが浮かべてほしいなと思います。じゃあやってみましょうか。はい、今ね、私が口頭で言ってたことがここに書いたことですからね。ということで、この二次方程式が実数解を持たないだから、判別式がマイナスって考えて、こんな具合になりますかね。はい、そしたら1式 k 2乗っていうのは、上に凸でこういう二次関数、0より小さいのはこことここ、よって答えはこんな感じでした。はい、確かにこういうやり方もあるし、問題によってはこのやり方でやらなきゃきつい時もあるんだけどね。でもさっき口頭でちょっと喋った通り、もしこれが1以上で成り立つとかだった場合って、こういう絵じゃなくてもこういう絵だとしても1以上で宙に浮いてるっていうのが成り立つことになるでしょ。だから今のやり方ってね、万能じゃないんですよ。全部の問題に使えるわけじゃないわけ。だから俺たちはちゃんと全部の問題やるやり方を手に入れなきゃいけない。じゃあそれ何ですかって話なんですけど、実は結構単純な話で、いいかい、1以上で宙に浮いているということは、1以上の中で一番小さい値ですらプラスになってるわけだ。つまり最小値ですらプラスになってるわけだよね。はい、これもそうでしょ。宙に浮いてるぞってことは、この絵の中の一番小さい最小値、ね、一番小さい最小値すらプラスになっているってことなんだよね。なのでこの手の問題で、どんな問題でも使えるやり方っていうのは最小値に注目すること。なので平方完成して最小値プラスっていうのがもう一個のやり方になります、ね、じゃあそれでやってみることにしましょう。はい、ということで今口頭で喋ってたものをね、A と1にしました、こんな感じでした。さあ、こういうふうにね、x に範囲がついたらどうなのかなっていうものに関しては、また別の動画でね、別の機会で説明したいなと思っております、ね、まずは何でもかんでもこういうの見て判別式ってならないように、ちゃんと解法を説明できるようになってほしいなということでした。ではまたね、次の動画でお会いしましょう。バイバイ。